休憩前に引き続きき続会議を開きます。裁判所の主要行政、法務行政および検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各件調査のため、本日、政府参考人として、法務省刑事局長、稲田信夫君をの説明を求め出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。 ご異議なしと認めますよってそのように決しました質疑の申し出がありますので順次これを許します柴山雅彦君はい、柴山君。自由民主党の柴山雅彦です先週に引き続きホテル熱海百万石の件についてお伺いしますこのホテルの運営会社で大臣に代理人弁護士となるよう依頼していたファーイストキャピタルマネジメント株式会社は ツーキャピタル、現ウィングプランニングですけれども、ツーキャピタルという株式会社の傘下にありましたね、はい、小川大臣あの、かなり密接な関係にあるというふうに認識を持っておりますが、資本関係は承知しておりません。柴山君まあ報道によりますとと村不動産とのおファーイースト キャピタルこれが兄弟関係に立ちそして、K2 の傘下にあるというような事実があるというふうにされておりますそして、この K2 キャピタルはです、ね、企業再生をうい文句に、まあ、グループ会社として熱海百万石に入ってきたものの結局はまあ乗っ取り屋のようなもので創業者一族は次々とホテルから追い出されてしまったと。 いうことであります中国資本に売る、韓国に売るなどと転売目的の話ばかりで、ホテル経営については素人同然、それまで年間15億以上の売り上げがあったホテルなのに、結局破産になってしまったという報道があります、これは事実なんでしょうか。岡田大臣、あのー かなりあのー、偏見に満ちたあ見方による意見だというふうに思います。えー、K2 という会社が100万石ですか、あ山城温泉になります。その再生に、えー、協力したと。 そのオーナー家のかなり親しい方から、そして各大手のファンドからの紹介を受けて、そういう事業に乗り立ったというふうには聞いております、でその再生の一環として、熱海の方はこれを切り離して売却すると、その資金で山城の,の方を本店を再生しようと、まあ、このような概略的な話は承知しております。柴山君 まあ、あの当然、えーまあ、関連施設がある場合にどれを取ってどれを切るかということは非常に重要な経営戦略になるということは理解をしておりますしかしながらです、ね、結局、この熱海100万石が、えーまあ、こうした外部の資本を入れたことによって、えーまあ、破産につながってしまったという事実自体はこれはやはり紛れもない事実であろうかと思います。えー、そしてですね え大臣は前回、稲田議員の質問に対して、ファーイーストを被告に提起された訴訟の第一審のあなたの弁護士着手金が3300万円支払ってもらえない段階で、なぜ控訴審の依頼を受けたのかという問いに対して、私が事情を一番よく知っているし、 依頼者も私にやってほしいからと答えらられています、まあ、依頼者から見ればそうであってほしいかもしれませんが弁護士としては着手金が追加で必要となる控訴審を一審の着手金が多額の未払いを抱えたままでさらに受任して支払いの不安はなかったんでしょうか。小川大臣 えー、支払いの不安というか支払いの見込みは大変不安定でございました要するにホテルの営業は水商売でございますし、えー、リーマンショックですかこれがあってかなり、えー、営業は苦しい状況に、えー、ございましたです,からまだですから一審の着手金も分割払いの約束が結局分割の分は相当部分もらえないまま推してきたわけでございますそれで2、えー、審の着手金のお話がありましたが 一審がまだ見払いがあっても、二審は二審で、やはり、えー、これは別に報酬をいただくというのが、弁護士業界の当然のことで、えー、ございますからで、私がやる以上、それは当然、着手金はあ計上するということでございます柴山君前回の井田議員の質問にもありましたように、弁護士会の弁、えー、職務基本規定ではです、ね、弁護士が依頼者との間で、 金銭の貸し借りに実質的につながるようなことを禁止しているんですねつまり依頼者との間に、えー、債務を抱えるような状態になってしまうと健全な弁護活動ができないというのがその職務規定の基本的な趣旨だと思っておりますけれども、えー、今、大臣がお話になられたとおり結局一審の着手金も 回収できないまま控訴審を受任したということは実質的にこの職務規定に抵触するのではないかとお感じにならないですか再度質問させていただきます小川大臣、えー、依頼者との間で貸し借りは一切いたしておりませんただ私の着書金という弁護士報酬が未払いだったということだけでございますはい、柴山君、えー。大臣は私の質問に対して ファーイーストもそんなに資金繰りが豊富な豊かな会社ではございませんでした。と説明されました。間違いありませんね。小川大臣。大臣の事件を着手した。着手した時点。それから、あ、あこれが春すぎですか。それから秋にリーマンショックが。 あ,ありました、まあ要するにホテル営業という一つの水商売ですからかなりその業績は変動いたしますですから、まあ、時期時期によってはあ異なりますがあそんなに、えー、楽な状態ではなかったというのは当初から一貫した状況ですはい柴山君、まあ、訴訟の直後に債権者破産が認められてしまったわけですから、えー、資金繰りが潤沢でなかったということは事実かと思いますただですね 今、大臣がおっしゃった事実関係をもとにするとですね、一審が未払いだから、控訴審の着手金をもらうのはおかしいと言ったら、私は無報酬でやらなくてはいけないことになりますと、まあ、前回もそのように答弁されていたんですけれども、普通はですね着手金の目処がつかなければ、さっき私が言ったとおり、弁護士の基本職務規定に鑑みて、ですね依頼をお断りするのが普通なんですよ。 大臣は何か、ファーイースト社の依頼を断れない特殊事情があったんですか。小川大臣いやいや、特殊事情も何もありません、依頼者がです、ね、訴訟の継続を希望しておるわけでございますから、そして、この私にやっていただきたいというわけですから、これは当然のこととして受けたけるわけでございます渋山君。繰り返しになりますけれども、弁護士がです、ね、健全な 職務活動をするにあたって、えー、依頼者からの、えー、しっかりとした着手金、あるいは結果を残した場合には、えー、報酬金、これを受領することによって、えーまあ、弁護士の仕事というのは成り立っているわけですね。にもかかわらず、一審の着手金が、まあ、後付けであるとはいえですよ、三千三百万円、えー、未払いとなっている中で、さらに、 今、大臣のお言葉を借りれば、追加で4000万円、支払いのあてのない事件を引き受けて、そしてしかも公正証書を作成するということは、極めて私は異常だというふうに感じざるを得ません、そこまでして、公正証書を作って、そこまでして依頼者から将来、お金を回収したかったんですか。 小川大臣まず、公正証書作成の件と、それから控訴審の着手金の件は、これはまた全然別の理由で、えー、ございます、そして、えー、支払ってもらえる見込みがないという一つのこの断定的な見方は、これは当たっていないと思います控、控訴する段階で、一審判決においてもですね、結果的に敗訴はしたとしても、 お5億円の,おそのリニューアル工事を相手方が行わなかったということは裁判一審の裁判所も認めておるわけでございますからそうした状況を踏まえてですね控訴審によってこれをお判決をいばひっくり返すとあるいはあ判決で苦労しろという決着をつけずにですねこのようなその生きている建物を営業しているものが入っている建物の明け渡しというものは やはり、えー、世間一般的には判決で強制執行というのは両方に損害があるからやはり一審判決を踏まえて控訴審において和解という形で,です、ね、円満な形で、えー、出ていくなら出ていく残るなら残るという形もあるわけでございますいわば控訴審の受任のをした際にはどのような進展をしていくかということでかなり幅広いさまざまなこの見,こ見通しがあるわけでございます。 ただ、結果的には相手方が相当に、全く私から見れば、二秒もないような強硬な対応をしてきたので、結果的にこちらは強制執行で明け渡しされたということでございますが、それはあくまでも結果から見たことでございます渋山君あの、この事件はですね、えー、原告家主がファーイースト社に対して、 見払い賃料を請求し、そして支払えないことを理由として、建物を明け渡せといった事案なんです、和解することによって、被告側に何らかのお金が入ってくるという案件じゃないんです、逆なんですよ、被告側から原告がお金を取ろうという訴訟なんですね、ですから、あさっき大臣は、ですねいやいや、このホテル運営というのは、非常に苦しかったということをおっしゃっていて、 訴訟の結果によってはです、ね、えー、それはあ、まあ、経済的な好転が見込まれるというのは、これは私は全く理屈が通らないと思いますよ、訴訟が勝っても負けても、ファーイースト社にはお金が入ってくることはなかったわけですね、少なくとも、えー、この控訴審のかんによって、えー、経済状況が、ファーイースト社が、えー、よりプラスになるという関係にはなかった、非常に私はさっきの説明と照らして、えー、矛盾が生じていると。 いうようよに断じざるを得ません何か答弁がありますかます小川大臣ず、この紛争に関して、ですね、まあ、委員は家賃未払いの契約解除だという、非常に単純化した構造、まあ、相手方はそういうふうに言うのかもしれませんが、実際にはそうではなくて、大変に複雑な事件でございますが。 それを説明しないとわからない部分があるので、エスだけ申し上げさせていただきますと、このホテルは45億円で売却すべきものでございました、ただ、45億円であって売却した後こちら側が引き続いて陳謝保険を受けて営業するという陳謝保険付きの売買でございましたので、40億円ということで売買代金を設定しましたところが、40億円で売買代金を設定しましたが、 しかし実際には35億円という売買契約にして5億円は飼い主が建物のリニューアル工事を5億円の分を行うと行うことによって賃借人となったこのファーイーストの営業を助けるとこのような形に変形的な契約といたしましたすなわち売買代金40億円のうち5億円はファーイーストのために飼い主がリニューアル工事を行うという義務に 転換したわけでございます。そしてもう1つは賃借料につきましてリニューアル工事を行えば営業成績がかなり上がるからと、小う,う理流で賃料を5割アップ、えー、1200万円ぐらいのものを確か1800万円ぐらいかな、ちょっと今数字はあの確かではございませんが、かなり、えー、賃料も高額にしたわけでございます。そそししして、てのような契契約約をを、一体化して契約したところを その売買代金を転嫁したはずの5億円のリニューアル工事を相手方が行わなかったわけでございます、行わなければ、じゃあこちらはそれはどうしてくれるんだと、じゃあ、リニューアル工事を行うことを前提に増額した家賃はこれは払えませんよと、あるいはその5億円分、リニューアル工事をやらないんなら、その5億円を何とかしてくださいと、こういうことが紛争でございまして、ですねただ単に賃料を見払いで座ったというような事件でないということはご理解いただきたいと思います。 柴山君棚橋理事が今、はあ、ちょっとお話になったんですけれども、まあ、リニューアル工事がです、ね、契約の内容としてどのような意味合いを持つかということはともかく、非常にあの筋の悪い事件であることは間違いないと思います、えー、先ほど大臣は控訴、ねえー、審で勝つ可能性もあったというお話をされましたけれども、私は極めてそれは疑問です、それは後で質問させていただきます。 大臣は、えー、訴訟の見込みとですね、公正証書とはまた別のお話だということをおっしゃいました。大臣、維審と控訴審の着手金合計7300万円の支払い確保のためにですね、公正証書というのは、強制執行が可能な書面、いわゆる債務名義としての役,役割を果たしますけれども、公正証書を作成をされ、そして、それを使って、 依頼者に対して、あなた、自分が依頼をしてきた依頼者に対してですよ、まあ、差し押さえをしているわけですね、そこまでして依頼者から回収をしようとした理由は何ですか小川大臣。まず一つ、えー、大変筋が悪い事件だと言っておりますが。 私どもは大変筋が悪い飼い主に引っかかったと、そのために、えー、ホテル45億円で売,られ売れるものを35億円で取られてしまったと、このような認識でおります次に公正証書のことがござ,ございました公正証書のこれは私は作成、差し押さえをするために作成をしたわけでございますがなぜそうしたのかと言いますと飼い主が先にこのーファイイーストの預金取り掛金を差し押さえしてきたわけでございます。 ですから、それに対する対抗上、飼い主が独り占めできる債権ではありませんから、私の方にも配当してくださいと、その配当に加入するためには、これは差し押さえがされている債権については、私も差し押さえをしなくてはいけないから差し押さえしたという、こういうことでございます。柴山君。委員長、あの今、あの田橋理事の方からお話を、まあ、意味軸もいただいたんですけれども、うん、つまり、 依頼者からはお金が欲しかったわけではないけれども、一審で勝訴した飼い主、まあえー、いわゆる原告家主ですね、原告家主から仮執行宣言付き判決に基づいて差し押さえがされた財産、すなわち、もはやそのままではファーイースト社には入ってこない財産から支払いを受けたかったと。 いうことでよろしいわけですか。小川大臣。え相手方の債権は一般債権でございます、私の債権もすでに発生している一般債権でございますので、どちらに優先権もございませんから、その債権案件について、配当、安分配当していただくのは当然のことでございます渋山君。繰り返します。もしここののの原告や主側の差し押さえがなければえこの え財産ですね、具体的には、もろもろの売りかけとか、預金の債権は、ファーイースト社の財産だったわけです。ところが、原告家主がこれを差し押さえたことによって、ファーイースト社、あなたの依頼者はこの財産を手にすることができなくなったわけです。そののできなくなくった原告の手元に入る財産を たとえ、暗文とはいえですね、あなたが超過をして差し押さえるということは、結局、依頼者からの回収ではなくて、原告、強制執行した側からの回収になるんじゃないですか。ううす小川大臣。全く違います。差し押さえされたけれども、その債権や預金そのものは、フイイリーストの預金でございます。その預金を差し押さえによって、強制執行で配当手続きする際に、相手方と私とで、 それからさらに他に差し押さえが共存すればです、ね、その共存した差し押さえの間で配分するわけでございまして、その配分を受けるのは、あくまでもファイリスト社からの弁済、一部弁済でございまし、はい、柴山君。こんな簡単なことが、えー、あえて、まあ、ごまかして答弁をされているわけですけれども、非常に私は納得ができません。大臣から い大臣の一問一答でいきましょう、はいどうぞ、はい、繰り返しになりますけれども、はい、経済的には原告家主に本来差し押さえた財産の、えー、価値というものが帰属をするわけです、これは仮執行宣言といってもです、ね、執、ま、行、あえー、停止の申し立てがなければ、最終執行と同じ形の強制執行なんです。 その強制執行された者に対して、大臣が、安分配当という形ではあれ、その経済的な価値を一部、えーまあ、手にしようという形で、しかもそれをですよ、依頼者と通じて行っているわけです、違いますか小川大臣。ううのこの差し押さえはですね、差し押さえたことによって、原告のものになるわけではございません。 あくまでも、差し押さえされた債務者のものでございます。その債務者に対する強制的な弁債を促すのがまさに差し押さえでございます。その強制的な弁債を促す行為に、えー、相手方が行った、それも優先権がない債権で、えー、一般債権であります。私の債権も一般債権でありますから、私も同じように、えー、ファイイストのその、預金から、弁債をいただきたいということで差し押さえしたわけでございまして、これは、 原告相手方の原告のものを取り上げたんではなくて、あくまでもファーイースト社の財産から一部弁済を受けたと、このようなものでございます渋山君あの差し押さえの結果ですね、それがあ実行されて配当に至らなければ、大臣のおっしゃるとおりです、しかし、これ、差し押さえというのは、ですね強制執行および配当に結びつく行為で、要するに、あなたの依頼者であるファーイースト社の えー、に帰属をしている財産を凍結をするものなわけですから、だから今おっしゃったことは、非常に限られたあの、えー、手続きの一番初めの部分にしか着目をしていないということを申し上げます。えー、次に、事務方にちょっとお伺いしたいんですけれども、昨年7月14日以前、刑法96条の2に定める強制執行妨害罪はどのような内容のものでしたか。 法務省稲田刑事局長お答え申し上げます、えー、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律が昨年の6月に成立いたしまして、それが7月の14日に施行されまして、刑法96条の2が改正されましたが、その改正前の96条の2の強制執行妨害罪の構成要件は、 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、もしくは仮想譲渡し、または仮想の債務を負担したというものでございます、はい、柴山君、えー。具体的にどのような事例が想定されるのか、現実の判例などもあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、稲田局長 えーまあ、あのいつも申し上げているところでございますが、犯罪の成否というのは、個別の事案におけます、えー、証拠関係により定まるところでございます、ただ、まあ、あの今、裁判例でということでございましたので、えー、私どもの方でまで把握している裁判例の中で、えー、そこでまあ当該構成要件に該当するとされたあものの、その部分を私どもなりにまあ若干整理をさせていただきますと、まあ、次のようになるのかなということで、えー、聞いていただければというふうに思いますが。 えー、例えば、先ほど申し上げましたあ行為のうち、隠、え、匿、ー、に該当するとされたものといたしましては、架空の金銭債権を記載した公正証書に基づく優待動産の競売手続きによりまして、えー、債務者の所有物件があたかも仮想の経約人の所有に期したかのごとく予想行為というふうに言われているものがございます。それれから、えー、損壊に該当するととさたたものといししましては 定当権が設定された建物を定当権を消滅させて強制執行を免れる目的で損壊した行為などと挙げられたものもありますまた仮想譲渡に該当するとされたものとしては不動産業を営む会社の代表者らが所有建物に係る賃料債権に対する強制執行を免れるために賃借人に対して賃料債権を別会社に譲渡した旨の内容虚偽の通知を行った上別会社代表者名義の預金名義に賃料を振り込ませた行為とされたものがあります また、仮想の債務を負担に該当するとされたものといたしましては、手形債務の弁済を求める内容証明による請求書を受領した者が、自己所有の不動産に対しまして、その強制執行を受けることを免れる目的で、その一部につき、仮想の金銭消費対策契約締結に基づく抵当権を設定した行為があるというふうにされているところでございます。柴山君、まあ、本来でであればあ債務者のですね、あのー 有している責任財産ですね、強制執行の引き当てとなるべき財産を隠したり、ですねあるいはその経済的な効用を失わしめる、これはもう法律的にも含めてですね、行為、特に公正証書を作成をして、虚偽の,あの、まあ、債務を負担させて、これを、まあ、処分する行為、こ,れこういうことが全てですべ、ね、てこの強制執行妨害罪の判例として、 すで、えー、にあの処罰をされているということでございます、えー、ちょっともう一つお聞きした,いしたいんですけれども、弁護士が顧問の不動産会社に資産の差し押さえを免れるように指示したとして、強制執行妨害罪に問われた事案はありませんか。日刑事局長 突然のお尋ねで恐縮でございますが、あのえー、私どもの方で、それほど網羅的に事件を把握しているわけではございません、えー、ただ、えー、現在手元に持っているものの中で、今、ご指摘のようなあものに該当するような判例というのは申し訳ありませんが、把握しているところではございません。はい柴山君、えー、今紹介された事案のの中にです、ね、不動産会社の賃料再建を えー、架空の譲渡をしたことによって、えー、免れた案件というのが紹介をされたかと思いますが、それはですね、えー、おそらく、まあ、私の手元にある、えーまあ、あ Y といわれる弁護士が、えーまあ、この方はですね、えーまあ、死刑の案件について一躍名をはせた。 方でありますけれども、この方がその依頼者である不動産会社に対して、そのような指示をしたという案件ではなかかったでしょうか、はい、稲川刑事局長。 すいません今、手元に詳細な判決文を持っておりませんが、多分あのご指摘の判例とは違う、判例というか、その事例とは違うものだろうと思います今、私が申し上げましたのは、平成10年頃の熊本の地方裁判所の判決でございますので、多分違うのではないかというふうに思っております。柴山君、えー、私のの手元にに今紹介をさせてていいいただいただ、まあ、事案についてのあの説 ニュースレベルでの説明があります2011年の12月8日の記事なんですけれども 今、紹介をさせていただいたとおり、この Y さんという弁護士は、死刑廃止運動の中心的な方人物として知られ、山口県光市の母子殺害事件の元少年の主任弁護人を務めるなど、数々の刑事事件を担当されていることで知られています。このの方がです、ね、顧問弁護士を務めておらられた不動産会社の社長らに 当該ビルの賃料債権の差し押さえを免れる方法として、えーまあ、その賃料債権を移し替えるように助言をし、そして、えーまあ、一審は無罪だったんですけれども、えー、二審ではあ、まあ、有罪と、そして最高裁も上告規格となって、えー、強制執行妨害罪が認定をされたという事例がありましたけれども、これについて把握されていないですか、再度。 はい、稲田刑事局長。ご指摘のような案件があったことは、あの知識として今、覚えておりますけど、申し訳ございませんが、その判決、今、手元に用意してございませんので、あのその内容につきまして、ちょっとここでご説明はいたしかれますので、ごしていただきたいと思います。はいはい、柴山君まあ当然ののこことなががらこのようにに、ね、弁護士が、えー、犯罪に手を染めれば 弁護士会への懲戒請求も問題となる、そういう事案ではないかなというふうに思うんです、そこであの大臣にお伺いしたいんですけれども、えー、先ほど、えー、大臣は控訴審での裁判、これ、十分勝つ見込みがあったんだというようにおっしゃいましたけれども、えー、ファーイスト社のための控訴審裁判は、書面を一回出して、判決を含めて期日は二回。 前回そのように答弁されましたが、間違いありませんね小川大臣改正 <laughs> については間違いがございません、えー、書面、準備書面は1回でございますが、あこの補足におきましては、私どもの読みと違いまして、相手方がまさか実行はしてこないだろうという強制執行をやってきたために、 建物を退去させられてしまいましたで、退去させられてしまった後ですと、これはあもう訴訟、旅館営業できないし、訴訟もしょうがないなということで、戦意喪失して、えー、依頼者の了解のもとに、えー、それ以上の訴訟活動は行わなかったということでございます山君いや、あの私はですね、いや、今、あの理事の方から、棚橋理事の方から指摘があったんですけれども、極めて不自然だと思いますよ。それほど ご自分の主張にです、ね、自信があり、そして勝訴の見込みがあるというのであればです、ね、まず控訴審を提起した後に和解の交渉をするのが普通なんです、そういうことも一切しないで,です、ね、強制執行をしてきました、強制執行したって言ったって、さっき大臣がご自分でお認めになったように、これはファーイスト社の預金を凍結をしているに過ぎないわけですね。 実際にそれが感化されるのは配当という手続きを経た後です、凍結をした段階で,です、ね、いや、もう繊意を喪失しましたということで、あっさりギブアップをしている、しかも、えー、控訴審判決ではです、ね、大臣が出された書面について、このように書かれているんです、控訴人らの、つまり大臣たちのですね、控訴人らの答申における主張は、実質的には原審における主張の繰り返しにすぎない。 とあっさりけけているわけですそして、前回の質疑で稲田議員が指摘したとおり、完全勝訴した原告側の弁護士報酬が、大臣側のほぼ一割の八百万円なんです、大臣側の着手金の設定は明らかにおかしいというようにお感じになりませんか。小川大臣 まず、委員の,の前段の方でございますね。えー、私どもはホテルの旅館の営業ということが中心の会社でございます。それが強制執行で出さ,出されてしまったわけですから、当然ホテルの営業はそこで終わってしまったわけでございます。そうした状況を踏まえて、ですねこれ以上裁判やってもホテルの営業戻りませんから、ですからしょうがないなということでございます。またあー 和解の努力というものはいたしましたこれは裁判の弁論が始まる以前にですねいろいろな裁判所に対する上進とかそのような形で行いましたがしかし裁判所からも結局強調執行で出さ,出されちゃったんだな、もう和解もしょうがないねとこういうふうに言われて和解も断念したわけでございますそれから後半部分の話でございますけれどもまずあの。 これまでも説明しております、えー、総額が18億4000万円、これに、えー、弁護士会報酬規定を当てはめて、えー、私は4000万円という数字をお、ままあ、私と依頼者の間で合意したわけでございますが、あのー、この金額の算定につきましては特段、いいも意義を述べておられませんので、18億4000万円という総額の事件について、弁護士報酬規定を当てはめると4000万円になるということについてはお認めいただけると思います。 私はあそういう中でそのお報酬規定通りということのおこの着地金をいらっしゃったとの間で合意したわけでございますので、えー、特段不思議なことは,は思っておりませんまた相手方がですね、えー、800万円と随分、まあ、弁護士報酬規定からするとですねその10倍以上もらってもいい話をですね随分安いなと思いますがそれは相手方と相手方の弁護人との間の 弁護士との間の事情でございますから、不当に安すぎる、私から言えばなんかダンピングに近いような価格で,です、ね、そんな値段にしなければ事件を受任できないのかという、ちょっと寂しい気がしますが、しかしいずれにしましても、それは相手方と相手方でありにとの話ですから、私が関与すべき、あるいは関与すべきことではありません。柴山君あの 大臣はです、ね、弁護士報酬規定、弁護士報酬規定と認識ううの見方の,見方のようにおっしゃっていますけれども、大臣はです、ね、前回の質問の中で、結局、あの事件の難易とかです、ね、それからあどういう展開をしていくかということによって、えー、これはあの着手金の額というものについてもです、ね、それから分割の仕方についても変わってきうるというようにご自分でお認めになっておられるんですね。 弁護士報酬規定というのは決して単一無二のですね、きちっとした基準ではなくて、一応の目安にすぎないんです、それはやっぱり弁護士としてのさまざまな活動の仕方によって、その着手金の具体的な金額というものは変わりうるものですし、この報酬規定が一応の目安としてあったからといってです、ね、それがまるまる取ることのできる正当性のある債権だとは、私は到底思えません。 それからです、ね、もう一つ非常に重要なことは、大臣はです、ね、明け渡しを受けたからもうホテルの営業は立ち行かなくなったとっいうふうにおっしゃいますけれどもね、実際にこの第一審の勝訴、えー、原告からです、ねえー、仮執行宣言に基づいて差し押さえがされたのが平成二十二年の三月十五日ですよで、明け渡し執行はされたのはもっとだいぶ数か月後じゃないですか、その間にですね、田橋理事がおっしゃったように、 本当に利があるというふうに思えばです、ね、もっと全力を尽くして、依頼者のために交渉をするとか、そういう私は、いとまは十分あったと思うんです。何をされてたんですか。小川大臣 まず、相手方の代理人弁護士と話し合うのが一番、あの、通常の方法なんですが、まあ私から見ますと、大変に話し合いを、一審の段階、はめ、当初からですね、話し合いをしていただけない方でしたので、なかなか難しい面がございました。またその、強制執行そのものの申し立ては、その委員が言われる日かもしれませんが、それは、 相手方が申し立てただけで、私どもはそれは承知しておりません。私どもは執行官が来て初めて、ああ、やってて、申し立てていたのかということが分かったわけで、ええ、ございます。それから和解の努力、それから裁判の努力、これは当然行っておりました。控訴審に向けて、例えば、相手方会社、相手方の会社もこれ、あの、破綻しましたから、そこの社員等のですね、承認の予定とか、 あるいは相手方の会社の社長も、実情、失墜してましたから、地位をほ,ほとんど失っておりましたから、あそこらへんとの話し合い、あるいは先ほど申し上げましたように、裁判所への対する上申と、あるいはさまざまな面で、私どもの範囲ではやっておりました、ただそれは相手方から見れば、ただ見えないだけでございます柴山君、まあ、後付けでいろいろ理由を述べられていますけれどもね。 少なくとも第一審の仮執行宣言付き判決がです、ね、判決に基づいて、えー、原告家主が差し押さえをファーイースト社の、まあ、預金や売りかけに対してしてきたのが三、ね、月十五日ですよ、平成二十二年のそして、えー、それはまず当然のことながら第三債務者と言われるその、えー、ファーイースト社が持っているさまざまな債権のさらに債務者ですね、そこに送達をされます。その上で 債務者であるファーイスト者に送達をされます、まあ、この直後にあの小川大臣たちは公正証書によって自分たちの、えーまあ、差し押さえをぶつけているんですけれどもいずれにせよです、ね、意に反し予定に反して執行をかけてきたというふうに判断をできるのはです、ね、もう3月時点なんですよ、3月時点であこれはもう原告は本気だなやることをやってくるな。 このままでいったら差し押さえだけじゃなくて、今度は明け渡しまで求められるな。そういうことは十分に予想ができたはずなんです。にもかかわらず、えー、大臣は控訴審たった2回ですよ。口頭弁論。2回の、えー、判決の中で、書面は1回だけ。そして、えぇ、ー、まあ戦意、明け渡し執行までですね、えー、されて、戦意喪失。それで、えー、判決ですよ。7月7日ですよ。しかも判決が。 これは私はあまりにもです、ねえー、本気で勝訴を目指す弁護士のやることではないというように思っております。もし仮に大臣、それでも本気で回収を求める正常な正当な弁護士着手金債権だとおっしゃるのであれば、再度そのように述べてください。小川大臣 えー、まず委員がおっしゃられたあ差し押さえ金銭債権の差し押さえとこの明け渡しの差し押さえというのはこれは相当性質が違う問題でございます金銭債権の差し押さえというのは彼執行で行ってくることはよくあることでございますがこの建物の,の明け渡しこの強制執行というのはそう簡単に普通に考えますと行うものでもないこれは執行費用が大変かかると同時にですね 明け渡した後のの管理といいうものがあるわけでございます私どもホテルを営業してますからそれはホテルを使っていると同時にメンテナンスもやっておるわけでございますしかし一方ですねこの相手方が強制執行で出してしまった後これをいわばメンテナンスのないままただ鍵がかかったまま放置しておきますと建物が大変劣化します特に、えー、温泉、気排水等、いとさまざまな面で建物が劣化しますそうしますと 明け渡しの強制執行をやる場合に相手方の方も明け渡した後かなり損失を被るのでありますですからこれは企業と企業のいわばそれぞれが再三を見ての行動でございますからそうしたことを考えればそうは明け渡しの強制執行は実際にはや,やりきらんだろうとこのような読みを一つの見通しで持っておりました。 大事な点をあの私、まだ申し上げてございませんでしたが、これはあくまでもこの強制執行は第一審判決の仮執行宣言でございます、ですから、この仮執行はです、ね、あの私どもが保証金を積んで、この執行,執行力を止めることができるわけでございます、裁判所にその執行力停止の申し立てをするわけでございます。 でただ、これはもう一つすれば、自動的に出るものではなくて、十分な保証金を積まないと、この執行停止にならないわけでございます、それで私どもは、私どもというか、私の方は、依頼者に対して、これを強制執行を止めるために、この仮執行を止めるから、その保証金として、私の見込みでは3億円あれば足りるだろうと、ですから、それをめどにその保証金を用意してもらえないかと。 いうことで依頼者との間ではそういう方向で話はついておりました、しかし、記者の方依頼者の方は結局その補償金ができなかったために結局は執行停止の手続きを取れなかった執行停止の手続きを取れないために強制執行をされて出されちゃったと、このような事実経過でございます、はい、柴山君。<laughs> 繰り返しになりますけれども、えー、大臣、あなたは、あなたの まあ控訴審も含めた弁護士着手金債権。これは本気で回収を求める正常かつ正当な債権だったというように自信を持って言い切れますか。はい、小川大臣。もちろん正当な債権でございます。柴山君。それなら大臣。この時に発生し、当然弁済期も到来している。 着手金合計額7300万円は、翌年の確定申告において、未就金として届け出ていますよね小川大臣、えー。その年の間に債務者が破産になりましたので、えー、当然これは回収不能となったわけでございますので、届け出ております未就としては届け出ておりません。柴山君ちょっっと待ってくださいね、あのー これはですね、えー、破産手続きの中で,です、ねえー、回収が見込めないのであれば、そういったあ回収が一定以上は見込めないという書類を税務署に出した上で、うん、えで、ー、その未就金については特別処理をするというのが正常な手続きになっているはずなんですよ。にもかかわらず、あなたが本当に回収を求める正当な債権、しか,しか,しかもですよ、これはあの、えー 破産がかかる前は、家主との差し押さえの競合があった事例ですよね、ですので、その段階では一定程度の回収が見込めたということだと思うんですけれども、その後破産がされた後ですね、どれぐらい回収見込み額というのが減額すると大臣は踏んでおられたんですか。小川大臣 いやほかに財産がありませんから、あ結局、ほとんどないなというふうには思っておりました、具体的な数字は承知しておりません。ですから、えー、先ほど私が申し上げたように、7300万円というのはです、ね、膨大なべらぼうな金額なんです、通常であれば、それは発生した未就金として確定申告のときに届ける。ただし これが回収できないということであれば、回収できないことを書面,書面を持ってですね届け出て、そして税務署の認定を受ける、一部しか回収できないのであれば、一部しか回収できないということを届け出るのが、これは普通の確定申告のあり方じゃないんですか、大臣、いかがですか小川大臣、えー、私の方はあ弁護士法人でもございませんし、アイドル申告もしておりません。 まさに、えー、実際に、えー、要するに白色申告でございます、ですから、実際に収入があったものについて収入の申告をしただけでございます。柴山君あの、ちょっとですね、本当にっ当なあまっとうな個人事業としてですね、やっているのかということを、私は今の、えーまあ、大臣のご答弁を聞いて、極めて疑わしく思いますね。えー ちなみに大臣はです、ね、あの話は変わりますけれども、馬主であることを趣味であるというふうに言われていますけれども、これ、その馬主であることによって、損が出た場合には、他の事業と通じて、その分、税金が戻ってくるんですね。ですから、ですから決してです、ね、通常の趣味と一緒には語れないんですよ。 通常の趣味は、どんなにお金がいっぱいかかって、それで自分の生活費に食い込んできたとしても、それによって税金が戻ってくるということはありません。大臣は、一般的にですよ、内気で、株の売買すらもですね自粛が求められているわけですね。にもかかわらず、このように場合によっては税金が戻ってきて、しかも、 当たればまあ巨額の利益を得られる。この馬、えー、主でいることをですね、大臣である間、おやめにならない。まあ先ほどの青色申告のお話とも合わせてですね、極めて私はあのまあ事業主として、えー、まあ不適当でないかというように思うんですが、いかがですか。小川大臣。なんかあの私が青色申告をしていないまさに。 アウル申告の特典を使わないでですね、えー、白色いわゆる白色申告をしているということがあ、なんかいい加減だみたいなお話でございましたが、白色申告がなぜいい加減なのか、全く理解に苦しむお話でございます。次に、えー、馬主のことに関しての趣味で、損、えー、益通算ができるというふうにございましたが、あこれは損益通算ができると。 というふうになっておりますから、明日までのことでございまして、これがなぜ、えー、いけないのか、ご指示がよくわかりませんでし、委員長ね、ちょっと今の大臣の答弁は見過ごすことができませんよ、損益通算という制度自体を私が批判しているように受け取られるのは極めて心外ですね、私はむしろ、えー、趣味というふうに言いくるめてですね、結局、 議員歳費も含めた形で,です、ね、損益を通算できる、これは私は立派な副業だと、サイドビジネスだということを申し上げたいだけなんですよ、そのことについてですね、大臣規範には抵触しません、趣味なんだから結構です、税金戻ってきて何が悪いんですか、こうやって開き直るのは、私は大臣の質として、いかがなものかというように思いますが、大臣、どうですか。小川大臣 まず副業としてやっているものではございません、まさにそのビジネスとしては全く成り立たない可能性があるものをです、ね、副業というような感覚でやるわけがない,ないわけでございますから、私はあくまでも趣味としてやっているわけでございます、副業ではございません。今答弁納得できませんよ 今いや質問者の中で納得できない理由を説明して質問してください。委員長止めてください、止まず質問しちゃっ質じゃとあのね、巨額の損失が出る可能性があるから、うん、これは副業なんかじゃないって言ったら、ですね、うん、株式投資だって同じじゃないですか、全く説明になってないんですよ、こういう不誠実なです、ね、説明をする人物が法務大臣だっていいんですか、本当に。 はい、小川大臣ちょっと委員の,です、ね、あの質問のご指示、二つのことを混同されていると思うんですね、あのいわゆる大臣規範に触れるからビジネスとしてです、ね、や,るやることはいかんという一つのお話と、これは株式投資、これ、株式投資はあ一般的に個人はあビジネスでやるんではなくて、一つの投資としてやるわけでございますが。 第一規範でこれを禁止している理由はこれは全く違います。株式投資は要するに政治家の地位を利用して得た情報等で不正なことがあってはいけないから株式投資を自粛しようということでございます。このビジネスの方、営業を行ってはならない、事業をしてはならないというのはですね、やはりこれもその政治家の地位を まあ大臣ですね、政府にいる地位を利用して、そうした事業に結びつけることがあってはならないということから来ているわけでございます。ですから、私も、再三、あの、予算委員会でも申し上げましたとおりですね、私の、この、馬が走るかどうかはですね、政治家の地位によって得たことによって、馬が走る、走らないがあるわけではございませんし、 そして政治家の地位を利用したからですね、これが一つのビジネスとして成功するかどうかということとは全く無関係でございます。あくまでもこれはそうしたことで政治家の地位とは全く関係していないから、株式投資と同じというふうには言えませんし、また事業ではなく、あくまでも趣味でございます。柴山君。どの馬に投資するかとかですね、うん。 その馬のです、ね、育成方法、育成にどういう方々にお願いをするかとかです、ね、うん、あるその事業と言われるものをするにあたってはです、ね、やっぱり政治家として、あるいは所管、省庁のトップとしてです、ね、さまざ、あ、まな定職というものは生じるんですよ、だからこそ、さっき大臣はあの事業と株は違うっておっしゃいましたけれども、結局、趣旨は同じなんです、大臣としてその職務の公正を確保するために、 えそういった、えー、ビジネスで儲けるということについてはこれを自粛しようというちゃんと規範があるわけでそれはこの馬、えー、主になることについても十分適用されるだからこそ我々がこれほどまたマスコミの方々がこれほどですねおかしいんじゃないかということを言ってるわけじゃないですか大臣全く認識は違いますよいかがですかはい小川大臣 ですから、再三申し上げましたように、私は何も委員が言うようなおかしいという感じは持っておりません。私は、あ、趣味として行っておりますので、委員のご指摘は当たらないと思っております。はい。柴山君。まあ、一般の感覚から、いかにかけ離れているかということはですね。この質疑の様子を、えー、インターネットなどでご覧になっている一般の方々が。えー、感じているところだと思いますよ。だって、私。 大臣の届け出られているです、ねえー、所得の状況も拝見をさ,させていただいておりますけれども、うん、やっぱりです、ね、その事業所得というのがかなりマイナスになって税金が返って、えー、くる年が多々あるんですね、うん、やっぱりそれはです、ね、私は一般の方々からすれば、うん、いや、これは国会議員が。 歳費としてです、ね、受け取る、うん、そのお金がです、ね、減ったからといって、うん、税金が返ってくるというのはおかしいんじゃないかというようよに感じるのは当然だと思うんですよファーイーストの問題について質問をちょっと続けさせていただきたいと思いますけれどもね大臣は、まあ、つい先ほどおっしゃったんですけれども第一審判決の仮執行宣言を止めるいわゆる執行停止の手続きのためには 保証金を積まなければいけないというふうにおっしゃいました。まあ、前回もそのようにおっしゃいました。で予想では3億円あるいは2億円でできたかもしれないというふうにおっしゃっているんですけれども、結局大臣はですね、この保証金の金額をですね、裁判所に確認していないんですか、交渉とかはしてないんですか。はい、小川大臣。 ですから、補償金の用意ができないのに申し立てはいたしません柴山君まあ資金繰りができなかったというふうにおっしゃいましたけれども、一方でですね、うん、ファーイースト社のグループ会社である蓮村不動産からですね、敗訴直後の3月18日にですね、要するに強制執行がされたとき、もうその直後にキャッシュで、 7000万円もの大金がです、ね、ファーイスト社にポンと貸し付けられているわけですよ、保証金は申し上げるまでもなく、そういった現金だけじゃなくてです、ね、国債とか、あるいはボンドですね、あのいわゆる支払い委託保証契約で,です、ね、組むことだってできるはずなんです、少なくともです、ね、そういった強制執行がなされてきた場合に、これを回避する努力というのはです、ね、普通の弁護士だったら、私は最善を尽くすのが当たり前だと思うんですけれども、 本気で保証金を積む努力をしないで大臣は原告の差し押さえの妨害をする道を選んだということではないんですか。小川大臣、全くあの論理的に合ってない議論だと思います。すなわち、えー、努力をぬと言いましても保証金を用意するのはあ弁護士の私ではなくてあくまでも依頼者で、えー、ございます。またあ。 蓮村不動産が7000万円を急遽支出したと、まあ、貸し出ししたわけでございますがこれはあくまでもホテルの従業員に払う給料あるいは熱海の取引先に払う支払代金これを払う原資であった預金や売掛金が相手方の会社に差し押さえされてしまったとしかし従業員は熱海の業者を見殺しにすることはできないからということでやったわけでございます。 まあ大臣は都合のいい時には依頼者とグルになってです、ね、都合のいい時にはいや債務者で決めることだから自分は関係ないと言ってです、ねまあ、立場を非常にコロコロ使い分けているなというふうふに思いますししかもです、ね、蓮村不動産がです、ねえー、これ公正証書をまいたときに 大臣は蓮村不動産の代理も務めているわけですね。要は、この蓮村不動産、あるいはファーイーストなど、この K2 キャピタルのですね、えー、参加となっているグループ会社、一体とですね、大臣はズブズブの関係で、えー、そのさまざまな、えー、相談に乗っていたという実態がある。しかも、これ、控訴審の受任を、えー、やはり求められたらですね、それを断れない、何か事情があったとしか思えないんですよ、大臣。一体何があったんですか どういうことなんですか、説明してください、大臣まず、あの保証金を用意するのは、これはあくまでもその依頼者本人でありまして、弁護士が用意するものではありませんから、<ー>いやだって、えー、都合のいいときにはあ、全部本人にやらせるようなこと、あのなんかそのことにいい言ってるようでしたから、まあ説明させていただきました。そそれからあののななぜなぜその控訴審を 受けたのかってああやってくれって言われたから控訴してくれって言われたから受けたわけで、えー、ございます。それ以上説明しようがないですよね。はい柴山君。今日はですね、あのビギナーズネットの人たちもあのこのお我々の質疑の傍聴にえ来られていますよね。要は一審でですね、着手金をもらえずに全面敗訴した弁護士がですよ。控訴の提起をして、その着手金の回収も。 え見込みがないという案件がいかに異常かということをです、ね、えー、将来の放送の卵もたぶん十分分かっていると思いますよ、でなぜ、なぜです、ねえー、その依頼を受けたんだ、いや、依頼者がやってくれって言ったからだと、弁護士に主体性はないんですか、大臣。岩大臣だって、弁護士の業務っていうのは、弁護士のためにやるんじゃないんで,ですね。あくまでも 依頼者のために依頼者から依頼を受けてやるわけです。何でも依頼者がやらんでくれと言ったのは私があやると言ったわけでもありません。依頼者としては一審でですね、結果は排除したけれども、その理由中では相手方が合憲の債務、合憲のリニューアルをやる義務があることを認めて、それをやっていないことも認めた上での判決であるわけでございますから、そうした事情を踏まえて、えー、依頼者の方は控訴審はやっ,てやってもらいたいと。 いうことであるから、私は引き続いて受けただけでありまして、何もおかしいと言われることはありません。山君あの弁護士倫理とかです、ね、弁護士職務規定というのは、そういった依頼者との間の後日のトラブルを避けるために、弁護士の、えー、いわばあ、まあ、規範として、えー、自主的に定められているものなんです、まっとうな弁護士だったらです、ね、七年に一遍皆さんも覚えておいてほしいんですけれども、 あの弁護士の倫理研修というものが行われて、ですねそういう依頼者との間のトラブルをなくすにはどうするか、あるいは、えー、利益相反事案、えー、この間行かれたでしょうあの、辻さんと私はですね、一緒にその弁護士会の倫理研修に行って、うんえー、その <laughs> セミナーに参加してきたんですよ。だから弁護士のやはり倫理として、ですね依頼者との間にあるべき、えー、正常な関係はどういうことかということをですね、 辻理事、一緒に勉強したじゃないですか、そうですよね。<laughs> そういうことを、じゃあ,あの、大臣にお聞きしますけど、大臣はちなみに、え弁護士会のこの,あの倫理研修というのは、ちゃんと受けておられますか小川大臣、えー。弁護士会の倫理研修が始まった時期、まだ私が国会議員になって今まで十四年ですけれども、まだ比較的早い時期に、えー、倫理研修にしなさいという案内が来たので、えー、一回行ったことがあります。 ただそれ以降、案内もないので、えー、言っておりません渋谷君あの必ず、えーまあ、何年に一回来ますから、そのときにはぜひ大臣、受けて、いかに大臣の答弁が口頭無形であるかということをです、ね、ほかの弁護士とともにしっかりと学んでいただきたいというふうに思います。 えー、ちなみにあの次の質問に行かせていただきますけれども、大臣は前回の、えー、私との質疑においてです、ね、うん、蓮村不動産からのファーイースト社,のーースト社への貸し付け、まあ、現金による7000万円の貸し付けはです、ね、銀行に振り込みますと、また差し押さえされてしまうといけませんので、現金で渡しましたとお述べになっていますが、間違いありませんね。小川大臣 間違いありません、はい、柴山君つまり、原告の強制執行を免れるための処理だということですね。小川大臣強制執行を免れるという場合は、ですね具体的な強制執行があって、それを免れるということでございます、私どもの方はそうではなくて、預金に置かなかっただけでありまして、現金は現金できちんと置いておったわけでございます。柴山君大臣ね あの法律の専門家に、えー、釈迦に説法で大変申し訳ないんですけれども、あの一部の債権者ですね、従業員等にですね、対して抜けがけした弁済を行うということは、差害行為、あるいは破産法上の否認権の行使を受けかねないんですよ、つまり本来であれば、原告も含めた形でですね、しっかりとした弁済を トータルでやらなくちゃいけないので,です、ね、一部の方々にそういった弁済をするために、グループ会社から原告家主に内緒で現金を入れて、そしてそれを7000万円という膨大な額よ支払いに充てるということは、これは私はですね、かなり私、法上問題があると。 いうように思うんですがそのようにお感じになりませんか小川大臣、えー、全く問題があると思っておりませんあのー、まず抑えられた金額、回収金額で見ますと六千五百万円ぐらいですかですからあまさに生きているホテルがです、ねえー、その生きているホテルを運営するための資金が六千五百万円抑えられてしまって従業員の給料が払えないわけですから あるいはさまざまな熱海の業者に対する支払いが払えないわけでございますから、営業を継続するということ、あるいは従業員の生活を守るためにです、ね、そこに支払うというのは当然のことでございます委員長、柴山君。大臣はですね、先ほど、このファイリスト社は資金繰りが苦しかったというようにおっしゃっています、これ、あのもうすみません、法律のいろはで申し訳ないんですが、債務者が無視力のときにですね、 責任財産を構成する、えー、特に現預金のような散逸、ね、しやすい財産を、うん、たとえ必要性が高いからといってです、ね、一部の債権者に対して、えー、弁済なりです、ね、あるいは大仏弁済でも結構です、あるいは譲渡だったらもっとひどいわけですけれども、こういうことを行うことはいけないことなんですよ、当たり前です、債権者間の公平を害しますから。それに大臣はですね あの労働債権とか、いやいや,いやこれ、えー、ちゃんと払わなくちゃいけないとか、ですねいや、これをあの支払わなければ、事業そのものが立ち行かなくなるとかいうふうに、今、お述べになりましたけれども、そういった従業員の労働債権とか、事業継続のための費用というのは、ですね破産や、あるいは民事再生において、きちんとした法律上の保護の手続きがあるんです、そういった公正な法的手続きを取らないで、一部の債権者に抜けがけをした支払いをしたりですね。 あるいはその、えー、関連会社から融資を受けて、それを公正証書にまいて、債、え、権、ー、者からの差し押さえにぶつけたり、こういうことはです、ね、私は全くイレギュラーなことだというように思います。大大臣臣いかかがです委員の質問はです、ね その半年後に申し立てられて決定が出た破産とですね今のその彼執行宣言というものを全く同一時期に起きた金に言っていらっしゃるわけでございまして、えー、破産法上と言いますけど半年後の破産の問題をですね、えー、この半年前に遡ってというのもおかしな話でございますそれからあ従業員の人件費これは当然優先債権でも賃金は優先債権でもございますから払って当然でありますし 会社には企業はですね、その時に破綻しとったとあ,のあなた、いや、委員はおっしゃりますけれども、いわば売掛金を5千何万何百万円、いやいや、えー、と6 0 0何百万か、6千何百万円か抑えられたから、その抑えた分のお金を補填したわけでございまして、その段階で経営が破綻して事業が行き詰まったということが、その段階で、えー、確定したものではあ,ありませんです。柴山夫人。 あの債務者の立場に立って一方的にご自分の主張を述べになっていますけど、ね、もし、えー、そういうような形でですね債務者、つまりファーイースト社がですま、ね、っとうに事業運営ができる見込みだったらですね大臣、あなた自身がおっしゃった通り債権者がわざわざファーイースト社を追い出して、えー、資産の、えー、一部劣化を、あのー、織り込みながらもですね強制執行するなんてことはないんですよ。 それだけファーイスト社のやはり営業には問題があったし、事業の継続性ということにも疑問があったし、債権者としてはこれをきれいにしなくちゃ、次のステップが踏めないということを感じたから、そういうことをやったわけです、それは当然、債権者だってサービスは関連会社ですからね、その事業採算性に反することを行っているわけじゃないんですよ。 そういうような形で、えー、債務者がです、ねあのー、いわば、えー、大臣ご自分でお認めになられているように、えー、窮地に陥っているにもかかわらずですよ、まあ、そういうことを、まあ、ちょっと、えー、さっき、えー、一部理事の方からお話があったように、まあ、あ私も10年前弁護士をやっていましたけれども、まあ、反社会的勢力の執行、ね、妨害をもうい,くいくつもたくさん見てきました、同じような事例をたくさん見てきたんですよ。で ほとんどすべての弁護士が、おそらく金融機関にお勤めになられていたシナ理事も含めてですよ、これはちょっとあまりにもイレギュラーだなと、うように感じられているはずなんです。苦しんでいるはずなんですよ、それは一般の、<laughs> 一般の金融機関がですね、非常に10年前、この思考妨害ビジネスに苦しんだからこそ、 執行法が改正され、そして、えーまあ、責任が厳格化されたと、そういう経緯をです、ね、大臣は知らないはずがないんですよ、だから、えー、このようなです、ねあのーえー、一連の弁護活動というのは、私は到底、えー、そのサービス側の所管官庁である法務省のトップ、あるいは捜査当局のトップである大臣としてふさわしくないというように。 え申し上げたいといいとうに思いますす反論はありままか小川大臣、ま、ずあの、委員のお話の中で債権、まあまあ、者という言葉を使いましたけれども、いわゆる頭の債権者ではなくて、いわゆるあの裁判の相手方のことを債権者と言ってあいらっしゃるんだというふうに理解いたしましたけれどもお、この会社はです、ねえー、もともとは競売屋といいまして、競、えー、売物件をお安く買って、 そして、占有者を、おいわば専有関係を整理して、えー、きれいにして高く売ってというビジネスモデルで成長した会社で、えー、ございます。で、先ほど申し上げましたように、何かあ相手方の会社が一方的に正しくて、こちら側がなんか一方的に悪い会社のようにお話を、えー、おっしゃいますけれども、私の方からすれば、先ほども申し上げましたように、45億円のものをですね、 なんか35億円で、えー、契約させて、あとはあ得意の技ので出されてしまったなと言って、私どもの方が、いわば立ちの悪い、えー、業者に引っかかって、えー、私どもというのはその依頼者の方ですけれども、お被害者だと、このようなあ考えでおります。今回の訴訟について話しているわけじゃありません、大臣の行為の異常さについて、私はさっきからあの質問しているわけです。 まあ、ああ事案についてもです、ねまあえー、大臣はいかに、えー、その原告が悪質かということをルール述べられておりますけれども結局、まあ、全面焦燥しているわけですよね、まあ、そのことはちょっとともかくです、ねえー、ちなみにこの蓮村不動産の、えー、7000万円の融資はです、ねえー、さっきの、えー、質問での大臣のご答弁は、うん、返済される見込みがあるとか利息を取って貸すとかいう通常の融資ではなかったということでしたけれども 返済のあてのない融資であれば、蓮村不動産にしてみればですよ、商法上の特別背任罪や株主代表訴訟、あるいは取締役の第三者責任などが問題となって、えー、きます、当然ですね、そういうことでよろしいわけですね小川大臣、つまり何回も申し上げますように、従業員に対する給料を払うお金がないから、これを何とかしなくてはいけない。 熱海の業者をなくしてはいけないという、こうした緊急性があるから、その融資に、融資したわけでございます。蓮村不動産について答えください。蓮村不動産の側に立って。まあ、蓮村不動産はですね、えー、株主も経営者もいわば一体の会社でございますから、その人が判断すればですね、特に、えー 委員、えー、をのぶる人もいないと思いますがはい、柴山君大臣は私の一番最初の質問に、ですね資本関係はわからないって言ったんですけど、今ここでそれが嘘だということが暴露されたわけですね、要するに、えー、蓮村不動産がですね結局、えー、このファーイースト社とですね、うんえー、経済的に一体となっている資本関係にあると。だから 要するに、ファーイースト社の利害関係は、蓮村不動産の利害関係である、そしてそこに大臣がコミットして、みんなで一緒くたとなってです、ね、この原告側の強制執行を妨害したという一連の構図は、今の大臣の答弁からしても、私は極めて明らかになったというように申し上げたいと思います、ちょっと時間があと5分になりましたので、ちょっと人権擁護法案についての質問に移らせていただきます。 大臣私がですねあの、あるいは木内議員が人権擁護法案について何度か質問をさせていただいておりますけれども、えー、今国会にです、ね、その人権委員会設置法案、あるいは人権擁護委員法の一部改正案というのは、結局、提出されるんですか、されないんですか小川大臣、えー、提出するよう努力しているところでございます。 山君私が伺ったところによりますとです、ね、今国会に非予算関連の法律として提出するのであってもです、ね、3月中旬から下旬にかけて、閣議決定というものを経るのが、まあ、その以後の手続き上、必要だというように聞いているんですけれども、今、大臣がおっしゃったように、今後、そういったスケジュールで閣議決定される見込みがあるんですか。小川大臣 今、具体的な見込みがあるかどうかということはあ、まだ確定的に説明できるような状況ではございませんが、あそうした状況をいわば、状況,状況といいますか、できるような状況を整えて提出したいというふうに努力しておるところでございます。被害君。具体的にどういう状況を作ろうとしているんですか。小川大臣。えー、法文の作成。 それから政府・与党内の調整、それからこれは絶対的に必要かどうかは別にしましても、野党の皆様とのご理解をいただくと、そうしたようなさまざまなことでございます島山君あのちょっと私は今、信じられなかったですね、これ、やはり非常に内容的にですね、 私、あるいは稲田議員も木内議員もです、ね、あの指摘をしているとおり、さまざ、あ、まな疑問がある法律案なんですね、故死の段階でもです、ねまあ、これだけいろいろと問題が生じているように、これからその条文を詰めてですよ、しかも与党内その手続きを踏み、しかも閣議決定を経て、そして何ですか野党に対してはどういう形で理解を求めようとするんですか。 それ本当に今国会でやることができるんですかそれとあとあの大臣、私の質問に対してちょっと答弁が曖昧だったんですけれども、えー、結局外国人のです、ね、地方参政権が認められた場合にはです、ね、うん、今の法律の立て付けによりますと、 将来、外国人も人権擁護委員の資格になれるというようなことを答弁をされたというふうに思うんですけれども、そこらへんのです、ね、やはりその事実関係や制度設計についても、私はきちんと答弁を受けておりません、今、一度大臣にです、ね、これらの手続き、そして法律の内容について、きちんとした説明を求めます。小川大臣えまず、あのー 法案につきましては、これは野党の皆様のご理解をいただかなくてはならないというふうに考えております、ただ、法案の提出そのものについて、これはいやいや、ですから先ほどの趣旨をお話ししてあるわけでございまして、法案の提出、 について、これはあ、政府提案なのか、あるいは、与野党で提案するのかとか、様々な形がありますのでですね。ですから、一つのこの法的な要件として、野党の参加が必要だというふうに言っておるわけではございません。ただ、この法案につきまして、その後の審議の見通しというものも考えれば、やはり野党の皆様とのご理解、ご協力も必要だというふうには認識しております。 ちょっと待って、委員長もう一回答えます。これ議員立法じゃないですか。はい、確保を与やっとる手数なんてありえません。国会の常識です。委員長はい、柴山君。あのどうなんですか。あの確保なんですよ。確保で一体どういう手続きを想定してるんですか。はい、はい、小川大臣。いやですからあの。 提出そのものはあ、それは政府で提出すれば、ですね政府提出でございますが、しかし、それを提出した後の審議は、ですねやはりつるしを下げていただいて、実質審議に入っていただくとか、さまざまな面で、ですねこれは野党のご理解とご協力をいただかなくてはならないわけでございます、そうした趣旨でございます。はい、島山君まあ、いい君ずれにいたしましまてもでですすねね、うんまあ、今日のこののこ、えー、大臣な 行動とかです、ね、発言を見るにつけて、どうしてもまあこの提出を予定している法案についてもです、ね、しっかりとした議論ができるものなのかどうかということが極めて疑問に思うところであります、時間がまいりましたので、これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました